はい、どうも長月でございます。最悪なる最悪人間に捧ぐ、続きをやっていこうと思います。前回は、黒の過去、黒の名前の意味、そのあたりがですね、都市伝説として、あの主人公兵馬くんの知るところとなった。で、そのことに動揺した黒が屋上かどっかにね逃げ出したんですけど、そのせいで兵馬くんが一切動けなくなってしまって、それでも黒を追いかけるんだっていう決意をしたシーンからですね。ではその続きからやっていこうと思います。廊下に出た瞬間、何かにぶつかった。さっきのようにバランスを崩してよろめく。だが今度は転ばない。耐えてまた走り出す。黒、どこだ。周囲を見渡しながら黒に呼びかける。うわ、また何かが肩をかすめた。気にせずまた足を前に出す。放課後の廊下は人が多いはずだから、迷惑そうに見られているかもしれない。廊下を走るなと怒られているのかもしれない。そんな想像はどこまでも広がっていく。だが浮かび上がってくるその瞬間から、その想像をかき消した。そんなものは後で誰も見えなかったと言えばいい。誰の注意も聞こえなかったと言ってやればいい。頭のおかしいなんて思われないくらいに疑われないように、嘘をつかず堂々と言ってやる。そう考えれば大丈夫だ。今はそれよりも黒だ。黒の性格上、俺を放置したまま家まで帰るとは考えにくい。つまりまだ校内にいる可能性が高い。そしてまだ二日しか通っていないから、黒はあまり校内に詳しくない。ずっと俺に付き添ってくれたから、行ったことのある場所は少ない。その中で理科室は特に行く理由が思いつかない。体育館や教室のような人が多い場所で落ち着くとは思えない。そうなると彼女がいるのは多分人が少ない場所、屋上だ。黒、階段を駆け上がり扉を押し開いた。そのまますぐに周囲に視線を巡らせて、黒、よかった、いてくれた。乱れた呼吸を整えながらゆっくりと近づく。黒が震えながら振り返った。兵馬くん、いきなり走ってっから心配したんだぞ。今黒の頬を伝う涙はない。こぼれ落ちる雫もない。けれどその潤んだ瞳と赤くなった目元には確かに涙の名残があった。やはり黒はさっき泣いたのか。俺は泣く彼女のそばにいてあげることができなかったのか。俺は君が辛さを感じたということがわかる。でもその理由まではよくわかってないんだ。だからと問いかける。どうして泣いてたのか教えてくれないか。わかんない。わからない？自分でもよくわかんない。ただ君の言葉を聞いてたら、前までのこと思い出して怖かった。前までというと？誰にも見てもらえなかった時の。それは君がお母さんと暮らしていた時のことか？そう。閉じ込められて暗くて怖かった。うなずきながら黒が首輪に触れる。これはその時外しちゃダメって言われた。これはペットの黒の証だからって。可愛い黒にぴったりって
って言われた。これをつけてる時は誰も私を見なかった。でも黒だったから、人間じゃなかったから仕方ない。黒は首輪から手を離す。彼女の腕は力なくだらりと垂れ下がった。だから私は人間になりたかった。だから言葉を覚えた。頑張って頑張って文字を覚えた。でも見てもらえなかった。だから殺しちゃえって思った。一瞬言葉の意味が分からなかった。それほど軽く聞こえた。辛いならその原因を殺しちゃえばいいって思った。こんなに寂しくて嫌なことばかりならそうした方がいいって思った。まさか君はそれで本当に？頭の中に先ほどの黒の母親が引っ越したという文字が浮かんだ。そんなことしてないよ。しようとした。でも失敗した。殺せなかった。代わりに真っ白になった。扉が見えた。それが例の神隠しの扉なのか？多分そう。なんだかその扉の向こうに行きたくなった。行けば助けてもらえる気がした。だから行った。扉をくぐった。そうしたらほらこうなったよ。黒はその場でつま先立ちになり、踊るように一回転する。私、自由になった。お外に出ても怒られない。何を喋っても殴られない。歩いて、走って、お店に入って、物を持って、何でも自由にできた。でも。黒は唇を噛む。俺の方に手を伸ばし、何かを、おそらく俺に触れるような仕草をした。けれど、その手はまた下がる。変わっちゃった。殴られない。でも、撫でるのもしてもらえない。怒られない。でも、もっともっと見てもらえなくなった。触れない。触ってもらえない。それでずっと一人ぼっちだった。そっか。あの新聞記事には当時5歳と書いてあった。今の黒は6歳だから、彼女は1年もの間透明人間として過ごしていたことになる。だから黒は俺に献身的だったのか。君は寂しかったのか。うん、寂しくて怖かった。一人ぼっちで寂しい時に俺と会った。うん、君がシーソーに乗った。すごく嬉しかった。すごくすごく嬉しかった。私を見てくれた。私に声をかけてくれた。私にソフトクリームをくれた。私を必要としてくれた。それがすごく嬉しかった。俺たち
同じだったんだな。俺は自分以外に誰もいない世界を見ていた。黒は自分だけがいない世界を見ていた。それは形は違うけれど、きっと同じような寂しさだったんだろう。だからあの公園で、俺と黒はどちらも惹かれたんだ。互いに相手を通せば自分という存在を知ることができた。だからもっと一緒にいたい。そう思ったんだ。それならもう怖がる必要はないだろう。今は俺がそばにいるじゃないか。うん、そう思ってた。でも、と黒は首を横に振る。私は5人になったよ。そうだな。5人になったからもっと君のお手伝いができる。だからもっと嬉しいはずなのに、よくわからない。わからない？うん、もっと私を見てほしいって思っちゃうの。君が他の黒ばかりを見て私を見てくれなくなったら嫌って思う。だからさっき他の黒を見ていたのか。うん、他の黒を見ているとこの胸のあたりがね、もやもやってする。ぎゅって苦しくて、なんか怖い。変なの。自分じゃなくなっちゃうみたい。もぞもぞと動く黒からは戸惑いが見て取れる。考えてみれば、黒は今まであまり表情の変化がなかった。それはもしかしたら感情の出し方がわからなかったのかもしれない。だから今の黒はこうして少しずつ感情を、個性を持とうとしているんだと思う。だったらこの気持ちの名前を教えるべきだ。それはだ、嫉妬だ。嫉妬？そう、羨ましいって気持ち。羨ましいって気持ちはわかる？わかる。それはわがままだよね。わがまま？確かに嫉妬はわがままを言うことにつながるかもしれない。だが嫉妬とわがままは少し違う気がする。お母さんがよく言ってた。他の子がお外に出て羨ましいって私が言うと、それはわがままよって言って、羨ましがってわがままを言うなんて、私は悪い子になったらもっと見てもらえなくなっちゃうね。やっぱり君も。そんなことない。君のお母さんのことなんて知らない。知りたくもない。ただ俺はそんなのわがままなんて思わない。黒の望みは自分のことを忘れないでほしいというものだ。それは普通の気持ちだと思う。誰だって忘れられたくない。周りから取り残されたくない。誰だって他人とつながっていたい。だからわがままなんかじゃない。少しぐらい主張していいことだ。黒のそれは持っていていい気持ちだ。仮にわがままだとしても、それでいいと思う。もっとわがままを言われても、俺は受け止めてやるって、そう思う。そんなこと、できるの？ああ、できる。行って、近づく。どうして、できるの？
それは俺は君と友達だからだ。俺は黒が大切だからだ。そんな風に言おうとして、けれどその言葉は出てきてくれなかった。そんなものは嘘だ、全部が嘘だとは言わないが、俺が今まで感じてきたものもとついさっき感じたものもその気持ちじゃなかった。本当の一番強く感じた気持ちは、俺は君がいないとまともに生きていくことができないからだ。俺は君と同じように、いや、もしかしたら君よりももっと寂しがりだからだ。あるのはこんな弱い気持ちだ。これじゃあ格好がつかない。全然年上っぽくもない。それでもこれが正直な思いだ。君は寂しがり？そうだ、こうして過ごして分かっただろう。俺は君がいないと怖い。まともに道だって歩けない。そんな俺だから君を大切にしたいと思う。だから君のことを何だって受け止めてみせる。打算的な気持ちだ、けれど嘘じゃない。ありがとう。でも私はそんな風に言ってもらえる子じゃない。あのね、本当は私も君と同じ、他の人の姿は見えない、声も聞こえない。え、でも君は普通の人の行動が分かってるよな。今まで黒が伝えてくれた他人の動きが全て当てずっぽうだとは思えない。うん、わかる。でもそれは私のそばにずっとある大きな扉のおかげ。そのままの私だと私は自分しか見えない、自分の声しか聞こえない。でも大きな扉の飾りを開いておくと他の人の声も聞こえる。覗き窓を開けておくと他の人の姿も見える。そうだったのか。この大きな扉は私が一年前に通った扉。それで多分他の人も君も通ろうとした扉。俺もって、じゃあその大きな扉っていうのは神隠しの扉なのか。うん、きっとそう。君がさっきパソコンで見せてくれた絵と一緒だった。昨日私が描いた絵、あれと一緒だったよね。昨日の絵というと、私にはこんな風に他の世界への扉が見える。この五つ目の扉は？それは一番大きな扉。覗き窓とかごちゃごちゃついてる他の扉とちょっと違う。でも今は関係ない。そうか、あれが神隠しの扉だったのか。そう言われてみれば確かに黒なりに必死に描いた絵だったんだろう。だがどうして君のそばだけその扉が？それはよくわからない。でも一つさっきの話を聞いてはっきりわかったことある。そう言葉を口にしながら
黒の視線がさまよった。ごまかすように空を見て、落ち着かないのか下を見て、その合間にチラチラと俺の方を見た。そんなことを数回繰り返して意を決したように言う。君の目と耳がおかしくなったのは、私のせい。